よろしくお願いいたします。はい、皆さんご苦労様です。すみません、こんなとこで、まず一つはですね、昨日野党政調を野党政策責任者会議をこの国会初めての会議を開きましてね、これまでと同じように週1回野党政調をやるということで、これは各党、異議なく合意しました。これが一つ。それから部会をですね、今4つあるんですがね、ほとんど動いてるのは行革部会なんですよ。だからその部会を残すか新しいものを作るかということについて、各党が意見を持ち寄ってまとめようと、こういうことですから、これについても我が党の考え方をまとめます。それから議員立法については積極的にやろうということで、まず違法ドラッグ禁止法案ですね。これについては、民主党と我が党が中心になって、全党おそらく賛成でまとまると、こういうことになると思いますんで、これを手始めに、なんと各党から いろんな意見が出ましたんで、自分の方はこういうことをやりたい、こうしたいという、これについて各党がそれぞれ説明を聞いてですね、態度を明らかにして対応していくと、こういうことでございまして、我が党もですね、議員立法に関するアンケートを取りましたら十何本ぐらいありますね。だからこれを精査して必要なものは出していくと、こういうことになると思います。それからまた消費税に対する対応についてもね、野党として、態度をある程度明らかにすべきであって、場合によっては法案という意見もあるので、これについても積極的に相談してまいりたいと、こういうふうに思っております。それから我が党の中では安全保障調査会をね、前は日本維新の会の時はあったんですけれども、維新の党として安全保障調査会を作ろうと、こういうことにしようと思います。ガイドラインの中間報告も出てましてね、その議論が出ておりますので、来週から発足させると、こういうふうに考えております。そういうとこぐらいですかね。何かございましたら次応答に移らせていただきたいと思います。何かございましたら挙手の上お名前とご家族お願いいたします。どうぞ。はい、どうぞ。テレビ朝日の小池と申します。先ほどおっしゃっていた消費税の法案、場合によっては法案ということもあるというふうにおっしゃった件なんですけれども、一部ではもう今国会中に消費税延長法案を維新として提出するということをおっしゃっている方もいらっしゃるんですけれども、方向としては今国会中に、いや、我が党でいたのよ、軽く雑談風に言った人が。だからそれはちゃんとね、党の権威あるところっていうのかな、そういうところで議論した上で出さないとね、それは軽すぎるっていうことを注意しておきましたが、そういう意見がね、野党政調でも出ましたし、我が党の中にもあるんで、消費税延長法案についてはね、検討していきます。はい、昨日私もね、予算委員会質問したように、消費税そのものには反対じゃないでしょ。じゃあこのタイミングでやるかやらないかについてはね、これはいろんな議論がある。それはこのタイミングでは反対論もあるわけ で、そういうものでどういうね、これから意見集約ができるかね。まず我が党、それ税調、私は、たまたま税調の会長ですけどね、税調で意見を集約して、各党とも相談します。各党にもいろんな意見がある。ただ慎重論が多いわね。やれっちゅう議論が、そうね、あまり元気のあるそういう議論はなかったな。民主党は賛成なんだけどね、一応。このタイミングとの兼ね合いですよね。私個人は、その消費税そのものにはそう反対じゃないんだけど、今のタイミングでやってね、元も子もね、なくなるちゅうあれもあるわね。はい、他にございますか。労働者派遣法なんですけど、昨日松井さんが、働き方の柔軟さをちょっと考慮して話してほしいというの発言があったと思うんですが、それについてはどういうふうに。これはね、今議論始めてます。両論ある。両論あるわね。どっちも理屈があるのよ。働き方の柔軟さを踏まえてってなると、賛成ってことになるのかなという。それまではどっちかちょっと賛成がね、
私は多かったような感じを持っているんで、私個人もそっちの方に傾いておったんだけども、まあ民主党の話もあるし、いろんな議論があるんで、それから仕組みその他にも、まあ、今のままでいいかどうかっていうのもあるんで、十分議論を重ねます。もう議論始めてますから、関係のところで。はい、IR について、細田さんが少しその日本人の扱いをどうするか少し、まあね、その外国人だけっていうのもいかがかと思うけれどもね、 IR そのものには賛否が分かれてるわね。各党も各党の中も、趣旨は私はいいし、また外国に行って幹事の行ってごらん、日本人ばっかりよ、そういう意味ではね、まあ、その健全でいろんなことができるね、 IR ならこの観光客を倍にしようとかね、なんとかっていう話なんで、反対じゃないけれどもね、ただ外国人だけね、そこでまあ我が党の中にもね、その IR について少し研究する議連でも作るかということになりつつあるんで、党の議連ですよ。今超党派の議連があるのよ。超党派の議連がね、来週なんかやるらしいよ。そこでその今の話が出てくるのかもしれませんね、外国人だけですっていう、なんかお話伺うと、ちょっと後退したような印象を受けるんですけれども、ちょうど提出した、まあ、旧日本、いや、我が党は別に後退してないけれども、全体のあれは、そうなんかの言い方も前ほどじゃないな、そういう感じを、やっぱ公明党さん、その他のあれもあるんじゃない、それからね、やっぱ公安関係の役所はあんまり賛成じゃないな、これはもう終始私はそういう感じを受けてる、誰がどうっていうんじゃなくて。じゃあ維新の党内もかつてのように賛成色ではなくなっているということですか。まあ、賛成が多いね、基本的には、他にご質問ございますでしょうか。民主党との政調会談ですけれども、政調会談、まあね、野党と連携するのはいいことなんでね、一強多弱なんで、多弱がある程度組まないと、そういうことはあれなんだけれども、私はまあ政調は政策協議はオール野党であると、ね、オール野党でありながら、その中で必要なことについては民主党ともやっていく、あるいは場合によってはみんなの党ともやっていく、その他の党ともやっていくと、こういうスタンスでやりたいと思いますよ。私も定例的にやっていくわけ、いや、だから定例的にやってもいい、もう二冠二国は始めてんだから、幹事長と国対委員長は、これは国会対策ですよね。でこんなものは大いにやったらいいんだよ。そこで何を話し合うのかっていうのは、二冠二国、政調会長会談、それだから、これからそのテーマはですよ、今当面はその違法ドラッグだね、だからこれから各党がそれで出すんで、昨日もいくつかの提示があったんで、それを中心に議論していきますよ。そういうことの中で、今の労働法制ね、が大きなあれになるわね、テーマの一つになるでしょう。はい、共同通信の方です。簡単ですが、その民主党との政調会談協議は日程は見通した、来週にしようと言って、昨日福山さんが来週時間をだから、日程は相談してくれって言ってますから、来週やりますよ。はい、あとそれは前から約束だから、今も言及ありましたけど、民主党との距離感について昨日の執行役員会でも、大阪が取り入れる議論があったと思うんですけども、国会共闘でを進めることはまあ一致していると思うんですが、それ以上のですね、まあ、なんか選挙の協力を見据えたような連携について、会長としてはどのようなご意見ですか。ちょっとなかなか簡単にいかないだろうね、積み重ねが必要だな、まあね、はしゃがんで淡々粛々とやることなんですよ。ちょっと昨日も言っといた、戦略的互恵関係というのが一番正しいのよ。ありがとうございます。すみません、読売新聞の味です。昨日産経新聞のソウル支局長が在宅起訴なんですけど、この件について書簡、いや、まあちょっとね、あまり韓国の悪口言いたくないけどね、ちょっといかがかと思いますよ。私も
その事態を正確に知らないからね、 それはそれだけのあれがあったのかもしれんけどね、前支局長さんに違う投げないっていうか、ちょっとね、中間じゃ私は個人的には思ってます。党のあれじゃないよ、うん、はい、どうぞ。知らん毎日なんですけど、火山の対策で何か石に落として。火山はね、私は昨日予算委員会行ったんだけどね、あんまり地方にね、市町村都道府県に全部責任を持たせないのは無理よ。専門家がいない、ものすごく金かかる。登山者は大体よその県の人か市町村の人でしょ。それからまず情報の把握なんだよね、登山する人にね、やっぱカードか届け出を出してもらわないかんし、それからその人方にね、不測の事態についての情報伝達と仕組みを作らないとね、危ないから逃げろとかどうしろとかっていう、それがないわね。でそういうことをやるなら、やっぱりね、国が中心になって、じゃあ国のどっかっていうのは難しいけどね、で地方が応援する、 そういうことがいいんで、地方に全部責任っていうのはね、なかなか辛いんじゃないかっていう私は感じを持ってる。地方の人もそう言ってるな。お金もかかるのよ、うん、具体的にこう提言であるとか、それはこれから検討します。今すぐ使用中とは聞いてないけどね。現地視察とかも私記しましたのよ。私が団長で20人ぐらい行ったのよ。それで見てね、昨日もちょっと言ったけれども、やっぱりいろんな基準を見直したりね、宅造や都市計画のあり方も考えないかな。それからあれも情報伝達なんだよ。真夜中なんだよ、土砂降りの中なんだ、情報が簡単に行ってない、避難やなんかの勧告が。御嶽の方は行く予定は、御嶽は考えますけど、あんまり行って迷惑になっちゃうね、まあ、人だ。私はまあ消防に若干関係してるもんで、消防の人の激励も広島の場合あってね、常備消防や消防団喜んでくれたから、まあ、御嶽についても考えます。はい、それじゃあよろしくございましょうか。はい、安保調査会の会長は、うん、江田さんにしようと思って。枝してまあ、しかし正式な決定じゃないから、もうちょっと待ってください。はい、はい、ありがとうございます。